はい、どうも。何週間ぶりかの動画になります。今日は、4月の、9日、月曜日、夜の10時4分になったところです。では、早速、楽しく、フィーチャーしていきたいと思います。先々週の60号と、先週の61号になります。ではね、2巻揃えて、作っていきたいと思います。60巻はね、読者サービス品アンダーボディ大中ということで、こういう段ボールで、入ってきてます。書店でこの状態でもらいました。手提げもちゃんとついてます。では中ね、見ていきたいと思います。こんにちは。はい、こんな状態ですね。説明書、まあ、冊子とね。本来冊子はね、こういうふうに、輪ゴムで閉じられていました。それは中に入れただけです。大きなフレームが出てきましたね。リア、まあエンジン部分。で、ガルウィングのとこと、フロントガラス。あとね、61巻はね、フロントのトランクですね。トランク部分になります。こっちも親切にドライバーついてきてますね。今度は大きなドライバーですね。ではね、ちょっと見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。近々ちょっとね、携帯も変えようかなと思っております。1月25日かな、出たばっかりの LG ですね、韓国の。まあ今自分もこの韓国のサムスン、ギャラクシー S3α を使ってるんですけども、どうも調子が悪くてね、買い替え時かなーって思いながら今まで使ってきてました。自分がなんか携帯欲しいっていうことあんまりないんでね、珍しいんですね。カタログ見て、あとドコモショップ行ったりとかして、実際触ってみて、あ、これはいいわって思い、購入しようかなって考えております。なのですが、一つ、弱点とかデメリットですね、それ言うとちょっと買った人、これから買う人ちょっとあれかなと思うんですけども、言っちゃいたいと思います。有機 EL 液晶はまあいいんですけども、それですね、それ有機 EL 特有の画面の焼き付きがあるみたいです。で、長時間同じ動画を動かさずにね、ずっと、まあ変なし、こんな状態でずっとしてると画面焼けが起こるっていうことですね。一応店員さんが言ってましたけど、まあちょっと前で言うとパナソニックのね、液晶とプラズマがあった時のように、プラズマのね、プラズマテレビ、画面焼けするって、まあそんな感じだと思います。まあそれは多分ね、明るさを最大マックスにした状態でずーっとこんな同じ状態ずーっと止めていくと画面焼けがするって意味じゃないかなって自分は思います。皆さんどうでしょうかね。買った人、これから買う人、まあいろんなね、購入者から、なんだ、ここが良かった、ここがダメだったっていう、そういうね、なんか意見が書いてありましたね、そのドコモのホームページでね、確か。ご意見版みたいなやつ。まあ、それを参考にして、買っていきたいなと思いますが、もう一つ、デメリット。スピーカーですね。スピーカーが、ステレオではなく、モノラルです。非常に音質が悪いです。
そこですね。画面とスピーカー。そこだけが ちょっとデメリットなところだと思います。今喋りながら、もうページめくってってますけどね。メインフレーム、まあ、ここで終わりですね。フロントガス弾痕やん。弾痕が3発目立ちますね。この銃は何だろう。スミス&ウェッソン S&W かな？ M649 かな？でもちょっと違うような気がするな。はい、ではね、やっていきたいと思います。はい、じゃあこちらですね、ガルウィングのドアロックピン、ドアロックピンを、取り付けました。このスプリングとこの棒ですね、棒ちょっとあれやけど、これを左右1個ずつ取り付けました。左右でビスト目なります。それで、今回はこのメインフレーム、それで終わりですね。結構大きいですね、重た。ではね、引き続き、61も行きたいと思います。今お届けしている曲はね、この間発売されたメグさんの、曲の5050というアルバムの中のリグレットで、お届けいたしております。では61巻です。フロントのね、トランク部分になります。あー、めくれんな。あ、ここの黄色いこのバーはもういらないんで、取ります。ネジもね。あー、メインフレームとね、フロントフレームを合体させるんですね。ホンダ NSX、 これね、この NSX、福井県大野市でもね、1台だけ黄色かな、黄色の NSX 乗ってる おっさんいますね。多分50台ぐらい。目立つね、黄色は本当に。噂では、噂ってまあ本当やと思うんですけどね、
NSX はボディがアルミだという軽量ボディということなんですが、本当なのかどうかちょっと分かりません。アルミだったら非常に軽いですよね。やっぱ当時からこういうスポーツ系の車ってのはこういうドアミラーがこんな横からこう生えてるんですね。今の車もそうですけど、こういうドアミラーがこう生えてるっていうのは、このこういうタイプのドアミラーは自分ちょっと嫌いですね。かっこ悪いですと言いながら、おやじのねカローラフィールダーも160系、まあそれですけどね、生えてますけどね。ドクの黒板、軸の乱れを説明ですね。次はね、多分、題名もアーティストも出てませんが、メグさんの曲で、なんだっけ、この間3月に出たやつ、With You ですね。岡崎律子さんが手がけた曲かな、確か。62巻はね、ちょっと話飛んでしまいましたけどね、62巻は、フロントシールド、まあ、フロントガラスですね、この組み立てですね。では行くぜ。では開封の儀ですね。こんにちはじゃなくて、こんばんは。こんな感じです。はい。はい、メインフレームと、トランク部分ですね、接合しました。こちら、上と下2箇所と反対面も同じです。あと、フロントガラスのところですね、2箇所、3箇所、4箇所になります。それで、60、61号の組み立ては完成です。あ、重い。約52センチだっけ、なんかそれぐらいなるみたいで、 52.7、 結構大きいですね。ただちょっとね、シャーシの部分とちょっと組み合わせてみたいと思います。はい、こんな感じになります。あまりよくわかんない。こんな感じですね。ちょっとね、フレームが黒なんでね、シャーシも黒なんでちょっと分かりにくいですね。以上です。あ、もうあと10秒ぐらい。ではまた次号でお会いいたしましょう。じゃあいいね。